仲良しサルサ夫婦のニコラスとマルガリータ、ニコマルサルサがお送りする YouTube チャンネルです。こんにちは。こんにちは。ほら、トニースーカル特集の第2回目、トニーのクレイジーファンのね DJ マルガリータがお送りするおすすめのトニースーカル音楽、イエーイ、パフパフパフ。最後にトニースーカルの4月9日のコンサートのね情報も流しますので最後まで聞いてくださいね。DJ マルガリータが、まあ、一番おすすめするのはやはりトニースーカルといえばねマイケル・ジャクソンのカバーですよね。ねえ、かっこいいですよ。かっこいいですよね。その中でも一番日本でもねサルサ好きに踊られているのはあのチトニ・ニエベスが歌う I want you back ではないでしょうか。とてもなんか最初はあれマイケル・ジャクソンの音楽かなというふうな始まり方なんだけれども、こうシームレスにねサルサにつながっていくっていうのが、ね、本当に驚きでしたね。ああこの人はすごいなっていうふうに思ってあの興味を持った一曲でもあります。というわけで、はい、というわけで1曲目 I want you back。 次は同じくユニティ・ザ・ラテン・トリビュート・トゥ・マイケル・ジャクソンの中の一曲、マイケル・ジャクソンのビリー・ジーンのサルサカバーです。ねえ、これは私たち思い出ありますよ ね。10年前になるんですけれどもこの曲が正式リリースする前にですね。そうなの、前にもうこれはすごいと思ってよ、かっこいいと思ってね。うん、それがねあのフロリダの国際大学での演奏だったんですけれども、その YouTube のビデオを見てね、あこれで踊りたいなって思ったんですよね。この音楽を聴いて、あこれで踊りたい、これでパフォーマンスしたいって思える曲ってそんなにないんだけれど、金があるよ落ちたから、ね、そうすごく衝撃を受けて、それで2人でねその時もすごく久しぶりにあの人前でパフォーマンスをすることになったんですけれども、であの京都国際、ダンスフェスティバルなんかにもねそれで出ましたし、2年ぐらい前かな、あのステイゴールドっていうね川崎チッタルのあのイベントでも歌わせていただいた、はい、マイケル・ジョクソンのビリー・ジーンのサルサカバー by トニー・スーカルでございます。素晴らしいアレンジです。歌ってるのはジャン・ロドリゲスといってですね、あのデスパシートの歌っているルイス・フォンシの弟さんで、もう本当に素晴らしいボーカリストなんですけれどもね、あの有名なサルサキングマーク・アンソニーのコンサートのねバックコーラスを長年務めてる方でもあります。はい、ということで、ビリー・ジーン。はい、そしてですね、マイケル・ジャクソンの他にもトニー・スーカルは素晴らしいサルサカバーを作ってるんですけれども、これは去年ブルーノ・マーズのリーム・ザ・ドア・オープン、これ のとてもねモダンでかっこよくって、もうなんかゾワゾワしてくるような R&B 風のねサルサカバー、これはあの弟の DJ のケンジ君とかもアレンジに関わってるんですけど素晴らしいです。この曲も大変おすすめでございます。はい、はい、で最後にねあのカバーでチャーリー・プースのアテンション、これもサルサカバーでとてもかっこいい仕上がりになってるんでね、チャーリー・プースのファンの方もぜひ聴いてほしいかなっていうふうに思います。はい、ということで、もっとねいっぱいあるんだけど、とりあえずこんな感じでカバーの曲、おすすめの曲でございました。で次はですね、もちろんトニースーカルオリジナル曲も何曲も発表してるんですけれども、その中からね DJ マルガリータおすすめ、はい、ご紹介させていただきます。まずはラテングラミー賞2部門でね最年少で受賞したマスデミから表題曲のマスデミ、これはねすごい曲ですよ。あのソンバイフォーのねアンヘル・ロペスがボーカルを務めてるんですけれども、その彼のボーカルも素晴らしいですし、そのアレンジもねやはりこの R&B 今風の音楽を取り入れた新しいサルサとしてね、とても素晴らしいあの曲に仕上がっております。マスデミの中でね私が好きな曲いっぱいあるんだけど、オリジナルの中ではロケパセアという曲があって、これもねなかなかいいですよ。ぜひぜひ聴いてください。あとはねあのメエナモラマスデミとかね、もうほんといろいろあるんだけれど次はねコラボのおすすめ曲をご紹介します。
はい、まずはキューバ系 の、 あのラテン音楽で、とても有名なハイラさんと、あとインディア、インディアはねもうラテンディーバですよね。インディアとのコラボ曲のシンフロンテーラ、国境がないっていうね、曲ですけれども、こちらも素晴らしかったです。はい、もうトニースーから才能があるもんだから、いろんな大物の方が注目していて、その中でもねプリンスファミリーのシーライ、ね、シーライもトニースーからのことをとっても評価していますそうね、グラマラスライフのシーライね。でシーライと、あともうサルサとエーも本当にこの人エルイス・エンリケと の、 あのコラボ曲でバイラというね、ルイス・エンリケ、はい、こちらの曲も大変おすすめです。すごいかっこいいです。はい、そしてねジャズ、トニー・スーカルね、実はフロリダ国際大学をね卒業してるんですけれども、2008年にジャズ演奏の学士号を取得、そして2010年にはあの修士号も取得してるというね、ジャズのスペシャリストでもあるんですけれども、ライセスジャズオーケストラとのコラボで、まあ、例えばねそのジャズのスタンダードのアイオブザハリケーンとかジャズでアレンジして演奏してるんですけれども、それもぜひお聴きください。かっこいいです。すごいですね、なんか日本のバンドもねあのカバーしたりしてますよね。ねえ、もうなんか結構我々がね最初に紹介したらわーっと広まった感じで、アイオブザハリケーンなんかすごいですよね。すごいですよね。あの実はね、あのトニースーカルのホームページ、あの概要欄にリンク載せておきますが、そちらのホームページの方でアイオブザハリケーンとかね、あの楽譜を販売してるんで、演奏用のビッグバンド用のね、で、気に入った方はぜひ演奏もできちゃうというね、はい、素晴らしいことになっておりますので、かっこいいです。はい、まずは曲を聴いていただければというふうに思います。今回紹介した曲に関しては、DJ マルガリータのですね、Spotify にプレイリストを作りましたので、概要欄に貼っておきますので、ぜひね、聴いて楽しんで、トニスーカルの魅力をね、感じていただければというふうに思います。はい。まだまだ本当にいっぱいあるんだけどね、ほんの入り口でございます。もうなんか百何十曲もねトニースーカルの曲あるんで、まあ、これを機会にいろいろ聴いていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。そして最後に紹介するのは、4月9日に、六本木の R3 ラウンジで、トニースーカルとミミースーカルね、お母さんです、お母さんが親子で日本の素晴らしいミュージシャンをね従えてコンサートを行いますので、まあ、そのメンバーとかにもついてもね、楽しみ楽しみ、超楽しみ。もちろんチケット買いましたよ。出演者のご紹介させていただきます。トニースーカルの東京バンド、まずボーカルミミースーカルさん、ママですね。一番新しい曲があのキンバラ、あのセリアクルーズの名曲です。キンバラキバラキバキンバンバーね。でこの曲なんですけれども、実はね7年前にあの私たちあのマイアミにトニースーカルに会いに行った時に、トニーがね特別に私たちのために演奏してくださいまして、なんかずっとねペルーの音楽だったんで、そうペルーのねあの独立祭の記念コンサートだったんだけど、なぜかキンバラも演奏して、じゃあ君たち踊ってよってサルサをやってくれまして特別にサルサやってくれました、うん、はい、まあその曲がキンバラだったんですけれどもね、今回はあのキンバラはそのペルーの音楽、ね、ペルーのリズムのあのも取り入れた新しいアレンジでリリースされたばかりでございます。こちらもぜひチェックしてください。というわけで、ボーカルはミミスーカーで、ゲストボーカルはエリック福崎さんね、なんかトニーの親戚だという噂もはい、あるあの日系ペルジのトンのベルペルジのエリック福崎さんがあのゲストボーカルを務めます。はい、そしてミュージシャンの方なんですよ、これはすごいんだよね、うん、はい、国内のほとんどトップミュージシャンですね。はい、じゃあちょっと紹介していきますね。で、コーラスとあとギターはエクトル・フェランさん、そしてコーラスカルロス・セスペレスさん、そしてトランペット、これはすごいな、ね、ルイス・バジェ、もう私が世界一好きな、もうあのねしょっちゅう年末では紅白歌合戦のレコード大賞とか、ね、必ずいますから、ね、演奏で必ずいらっしゃいますね。このパイナップルみたいな髪型にね特徴あります。
ね、ニコラスのお友達でもあります。次にですね、サックスグスタボ・アナークレットさん、そして、日本人のね、うん、あのさんもちろんあのいらっしゃるので、まずトロンボーン鍵和田道夫さん、はい、すごいですね。そしてピアノ、畠山圭さん。圭君はね、ちょっと私もあのお友達なんですけど、シミシン系のね、もう若手ピアニストで今いろんなバンドでやってます。すごい人ですよね。売り出し系ですよ。ベースが岡本龍太さん。岡本さんもね、あの大阪から来て本当に今活躍されてますよ。あ、大阪の方なんですね。こちらも有名な方、ボンゴのルーイ・ヌネスさん。ねえ、もう彼はね、もう本当世界名を馳せて、でも今日本にいらっしゃいますね。日本で聴けるのがすごい。そっかそっか、期待できますね。で最後、コンガのファン・カルロス・ロペスさんです。で10人編成のね、素晴らしい演奏が聴けるんじゃないかと思います。で会場の R3 ラウンジというのは元ベルファーレなんですね。音響もバッチリですので、楽しいコンサートになるんじゃないかなというふうに思いますね。ミニーのコンサートの見どころを実際マイアミでコンサート見に行った私たちがちょっとお話ししようかなと思うんですけど、どうです、トニーの演奏の聴きどころというのは。いや、もう彼は、まあ、彼も私は思うに世界一のティンバレロでね。ね、ティンバレー奏者のこと、ティンバレーロって言うんですけどね。すごいですよ、もう粒がはっきりしててね。うん、で、ダイナミズムがすごい。強弱。うん、ね、あの、もう、本当にかっこいい。かっこいいですよね。まあ、ミュージシャンじゃない側からいくと、ともかくリズムが正確で、うん、なんだろう、踊りやすいんですよ、ともかく。でもね、彼のすごいところは、うん、彼の演奏するバンド全体がリズムカッチリ決まってて、うんうん、もう僕は思うにもう本当にこれも世界一だと思います、うん、過去こんなすごい見たことないですから、ぴったりするっていう、私が思ったのはトニーのソロが長いだからね、ライブでは長いのが当たり前です。長いから踊る人はね、スタミナ貯めていく方がいいですよ。でもね、もうその長いソロでも熱量がすごい、もう飽きさせないですよ。今までね、 iTunes とか YouTube とかで音楽を聴いてるのと、その生で聴くのって全然違うからね。すごく期待できるし、うわーってなるからね。エクサイティング、本当に本当に、なんか心に染み渡るリズムでございます。まあ、さすが1回のラテングラミーで2個、受賞したというのは、あのトニー・スーカルが史上最年少ですね。今36歳なんですけれども。ということでね、新世代サルサアーティストの一押しで、私がサルサの味で誰が一番好きって言われたらトニー・スーカルと即答します。というぐらい大好きなので、もう何でも聞いてくださいって感じなんですけれどもね。4月9日の R3 ラウンジでの、六本木でのね、初のライブ、トニー&ミミスーカル東京ライブね、はい、とてもとてもおすすめなコンサートでございます。トニー・スーカル大好きな私たち、いろんな情報も持ってますので、知っておくとコンサートが何倍も何倍も楽しくなる、トリビアについてお話ししたいというふうに思います。今回も YouTube チャンネル見ていただいてどうもありがとうございます。気に入っていただいたらグッドボタンやチャンネル登録ぜひぜひお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。